こちらは北郎茶屋のショップとなります。ショップの名前はゲゲゲの森と呼ばれておりますので、中をご案内していただきたいと思います。まずこちらなんですが、入荷したての商品となっておりまして、新しい鬼太郎のブランド、ヘイ鬼太郎といいます。日本人にはおい鬼太郎というふうな目玉親父の呼び方で、結構馴染みのあると思うんですけども、ヘイ鬼太郎という呼び方は世界に向けて新しいブランドを発信していくという意味も詰まっているというふうにお聞きしておりますので、こちら女性におすすめの可愛いポーチ系のものから、男性でも使えるようないろんな可愛いグッズご用意しておりますので、ぜひご覧になってください。こちらが水木しげる先生の、書かれた書籍のコーナーとなります。先生が戦場で体験した漫画、戦争の漫画とかですね、あとは定番の人気のゲゲゲの鬼太郎、悪魔くん、カッパの三平、その他エッセイなどもご用意しております。小さいお子さん向けの入門編となるようなそういう妖怪図鑑とかもありますので、結構幅広く大人からお子様まで楽しめるラインナップとなっております。こちらは、水木先生も好きだった甘いもの、お菓子のコーナーとなっておりまして、お土産の定番のクッキーとか人形焼きとか、その他小さいお子様向けのキャンディーとかキャラメル、そういったものも取り揃えております。鬼太郎茶屋にはお菓子以外にもお飲み物もたくさんご用意しておりまして、まずこちら鬼太郎ビールといいまして、水木しげる先生の出身地鳥取県の地ビールとなっております。こちらは3種類ご用意しておりまして、このバイツェンは過去に世界大会のコンテストで1位になったこともある、とても好評をいただいているビールとなっております。でこちらはお酒コーナーなんですけども、一見可愛らしいのでお子様でも飲めるのかなと思ってしまうかもしれませんが、もうちゃんとしたお酒ですので、20歳以上の方対象の商品となっております。いろいろとありまして、日本酒、焼酎とあるので、それも入れ物もこういう妖怪の形のものであったりとか、こういうラベルが貼られていたりとか、見た目も楽しめるような内容となっております。こちらは主に、マグカップとかお皿とか、そういう食器系の商品が中心となっております。こういう真ん中に何か食べ物を置いて少し遊べるようになっているお皿ですとか、この形がとても可愛いと評判の一般木綿の形のカフェオレマグとか、そういったものが大変人気があります。その他にもこういうグラスですとか、おチョコとか湯飲みとか、あとコースターとかもあるので、食卓全体を妖怪で彩ることもできるようになっています。その他こういったちゃんちゃんこですとか T シャツとか、そういうアパレル系もご用意しておりますが、水木しげる先生がいらっしゃった時はこの大人用のちゃんちゃんこを自ら身につけて店内を買い物を楽しむということもされていました。こちらの商品は鬼太郎と目玉親父の列車のプラレールでして、なんと実際鳥取県で走っているものを商品化したものです。その他にもネズミ男とか猫娘とか、その他鬼太郎ファミリーの列車もそれぞれあるんですけども、今回はこの鬼太郎と目玉親父の列車がセットになってプラレールとしてこちらご用意させていただいております。水木しげる先生はよく鬼太郎茶屋にいらしていたんですけども、来るたんびに結構買い物を楽しまれていました。大人用のちゃんちゃんこを自分自ら着て、それで買い物をしていたんですけども、結構面白いエピソードの一つが、水木先生が買い物をしようとすると必ず娘さん、直子さんとか悦子さんたちに、これは家にあるから今日買わなくても大丈夫っていうふうに言われてました。でも先生はそれでも気に入ったものは何個あってもいいというような勢いでカゴに入れて、わざわざ ご自身でレジまで並んで買い物をされていた、そういった楽しい思い出もあります。鬼太郎茶屋では何百種類と商品を取り揃えておりますけども、特におすすめの商品をご案内したいと思います。まずこちらですね、手染めの手ぬぐいなんですけども、こちらは鬼太郎茶屋の建物とか深大寺の自然が描かれておりまして、
そこで鬼太郎ジャイに塗り壁が隠れていたりとか、鬼太郎一太木綿が描かれていたりとかする来店の記念にもなるような商品となっております。続きましてこちらの目玉餅という商品なんですが、こちらは丸いお餅が入ってまして、綺麗に包丁で切ったりもしくはかじると中から目玉親父が現れるような、そういった商品になっておりまして、鬼太郎茶屋の喫茶コーナーで出しているぜんざいですとか、あんみつとかそういったものにもトッピングさせていただいております。これもここだけの限定販売となっております。ではここからは鬼太郎茶屋の喫茶コーナーのメニューを一部紹介させていただきます。はい、こちら妖怪クリームあんみつ、こちら真ん中に目玉おやじを模した目玉餅というお餅が載っております。で続いてこちらゲゲゲラテ、こちらは水木しげるさんの出身地の鳥取県の牛乳とあとお水を使ったカフェラテとなっております。で続きましてこちらも水木しげる先生の出身地鳥取県の有機栽培されたこんにゃくと地元で採れたお味噌をこちらでオリジナルのブレンドをして出しております。で続きましてこちらの妖怪抹茶セット、お抹茶と人形焼きのセットなんですけども、人形焼きが4種類ありまして、この中から2種類がランダムでついてきます。どれが出るかは出てくるまでのお楽しみとなっております。水木しげる先生も鬼太郎茶屋にいらっしゃるたんびにここの喫茶コーナーにも立ち寄っていただいておりました。ここにあるメニューは水木先生も一度は食べたことのあるメニューとなっておりまして、ご家族でいらっしゃることが多かったので皆さんでシェアをして召し上がっていたんですけども、もう最後はほとんど残さずいつも綺麗に召し上がっていっていました。先生は甘いものがお好きだったので、このここに載ってあるメニュー以外にもぜんざいとかソフトクリームとかそういったものも大変美味しそうに召し上がっていました。本日は鬼太郎茶屋のご案内をさせていただきました。ご覧いただいた方々どうもありがとうございました。まだまだ紹介しきれなかった部分もたくさんありますので、ぜひ直接遊びに来ていただいていろんな鬼太郎茶屋を発見してください。ご来店お待ちしております。ここの場所に鬼太郎のお店をせっかくだから作ろうかという、水木しげる先生も何度もこちらの店に遊びに来ていただいてまして、その時はほとんど奥様の二の絵さんと一緒にいらして、すごく楽しそうにしていた思い出があります。